バブがバブが近い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 。ちょっと急いで来たよ、もんち。何？俺呼び出されてさ、僕完全お風呂上がりなんですよ。映画だよ、今から。え？マリオの。いやいや、行かない。もうチケット取ってあるけど、無駄にするってこと？ちょっとお腹痛くなってきた。ポップコーン食べたい。いっぱいいっぱいポップコーン食べたい。黙れ。ポップコーン、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 ポップコーン。うるさい。パパ。ちょっと、ちょっと、よくわかんないんだけど、この人。パパ、ポップコーン食べたい。早く3時からだから、もう間に合わないよ。え？本当に撮ってんの？撮ってるよ。嘘でしょ？本当だよ。マジ？うん。早くして。遅刻しちゃう。ポップコーン買わなきゃいけないの。移動するんだよ。早くして。早く早く何も用意してねえよ。もういいよ、それで。行くよ。これでいいよ、本当に。うん、いいよ。大丈夫、寝起き3秒で行こう。不細工すぎるでしょ。大丈夫、早く早く。はいはい。なんで、はいはいはい、おい、はいはいはい、何もないんだけど。大丈夫、大丈夫。お金も持ってないぞ。お金は持って。大変だ。雨だよ。しかももう始まってるんですけど、誰かさんが寝坊してきたせいで。いやいや、知らないやん、そんなの。だってゆうかも何時に来てるって。新宿来ましたけど、めちゃくちゃ雨降ってます。雨女なのほか。めちゃくちゃ雨降ってます。今日撮影日和じゃないんですけど。仕方ない、はい、雨女を相方でした。お前が悪い。はい、よくわからないですけど、はい、新宿です。着きました。寒い？寒い。あいあい傘なるです。お前がいないです。で、今どこ行くんでしたっけ？これ、突き当たり。突き当たり行ったら登る。登ってポップコーン買う。ポップコーンはいらない。ポップコーン買う。ごめんなさい、もかちゃん。だって何時からの映画って？15時だよ。15時でしょ？今何分？15時5分。あ、もう遅刻しとるやん。そうだよ、誰のせいこれ。いや、違う違う違う、知らんって。いや、聞いてないもん。あんたが家に着くの待ってた、ずっと。聞いてないからね。私待ってたよ、ずっと。いや、ポップコーン買ってる時間ないからやめとこうか。え、買うよ。ちょっと俺、うんこしたい。やばい、マジで、ほんと、ほんとに漏れそう、マジで。それだけやめて。トイレでマリオを無駄にしたいくないよ。でも、漏れちゃうよ。漏れてしまいそうです。もう、ワンもよ。もう、やばい。ねえ、今、100% で漏れるとしたら、何パー？もう、今、99% だよ。漏れてる。うんこ出てるって。はぁ、あ、はぁ、あ、変な人は止まれてやめて。雨なのになんかめちゃくちゃ人いるんですけど、新宿。やばいね、もっち。やばいよ。寒い。久しぶりじゃねえかなんてでも来んの。なんで突然？マリオ見たかったから。一人で行けよ。はは東横キッズや。東横キッズおるぞ。完全に東横キッズや、この髪型。そしてこの格好、東横キッズですね。東横キッズ、ね、東横キッズ。あらさあさ、友達が合いすぎている、この髪の毛。いや、それ不明ようなことやで。ちょっと合いすぎていない、ちょっと。確かに。はい、映画館来ました。じゃあチケット発行してください、ボカさん。はい、というわけでですね、チケット発見しましたけど、見てください。大学生専門と、一般です。俺ね、大学生料金やね、一応。羨ましい？全然。羨ましいでしょ？全然。確かに。飲み物が、はい、ウーロン茶と、これが食べたかったんですか？そう。ポップコーン大好き。というわけでですね、映画見終わりましたよ。面白かった。楽しかったですか？なんかユニバ来たみたいだった。あ、確かに。今日めちゃくちゃ雨降ってますよ、もかさん。どうする？どうしよう、ご飯食べに行こうか。うん、でもポップコーンいっぱい食べたから、そこまでお腹空いてないな。俺ね、分かった。うわ、来ないや。俺お腹痛いって言ったじゃん。金玉が痛いですわ。金玉がなんかね、下に引っ張られたみたいな痛み。なんか悪さしたんでしょ。はい、というわけですね、今出てきたんですけども、あの、のかつがですね、この髪型目立ちすぎると、ちょっと声かけられてね、暇まずデッドなんですけど、カラオケ行きません？いいよ。せっかくやったら宮城くんからカラオケさせるのレアじゃん。せっかくやったらね、レアじゃん。はい、自宅じゃないんですけど、信じてもらって。ああ、全然大丈夫、全然大丈夫。そう言ってるうちに話しかけていただきましたから。写真撮りました。びっくりしましたね。髪の毛やばいな。カラオケ屋さん行きましょうか。世界一バレる。そうやな。はい、カラオケ行きました。イエーイ。俺さ、もう言わしてもらいたいんだけど、正直俺カラオケで歌える曲決まってんのよ。俺と何回カラオケ来たよ、もう。マジでさ、同じ曲しか歌わないし、大体渡り鳥で終わる。てか僕ね、あんまりね、分かんないんですよ、曲が。アニソンとか以外分かんないし、アニソンってさ、歌えないやん、普通さ。なんか洋楽ばっか聴いてんじゃん、いつも。そうそう、だからじゃない。洋楽ばっか聴いてるイギリンキャやから。いつもだってなんかこういう曲ばっか。そうそうそう、そうなんだよ。あんま分かんないんですよね、曲。ほんで大学デビューするときにどの曲を覚えたらいいかっていうのを自分でリスト作って、でそのリストの曲しか歌えないから、古いしかも。だからちょっと前だね。ちょっと前の曲しか歌えないんです。渡り鳥ばっか。渡り鳥かサマータイムレコード。それボカロだしね、しかも。か、あの米津さんの、うん、
いつか僕らの上を捨てちゃう。終わりました。邪魔。はい、カラオケ終わりましたよ。短かった。短かった。もっといっぱい歌いたかった。もう僕眠たいし帰ってもいいですか。ダメだよ。今日一日デートなんだで。え、そうなの。そうだで。え、今知ったの。今知ったけど。今知ったの。まあ多分バレた。今バレた。それか私の髪の毛が化け物みたいな色してたからびっくりされたから似たて。今日カリスマオーラ出してる。もしかして毛がちょっとダメやつ。毛が抑えきれない。抑えて。ねえねえ、あ、歯にずっとポップコーン挟まってんだけど。じゃあ見とけ。やだ。早く見せてみ。ちょっとごめんなさい。歯にポップコーン詰まらしてんの。そう、こう見えて前歯とかに詰まってる。こう見えてこの女ポップコーンついてます。こう見えてこの男金玉痛いです。マジさ、いや本当にノーパンのせいだわ。重力、そう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 、重力で地面に金玉が引っ張られてるせいで。じゃあもっとズボン上げてみたら。ズボンめっちゃ上げてみたら。いや、なんでさ、今日パンツ履いてないんだ俺。こう。あ、これ、あ、ちょっとマシだった。えでしょ、舐めちゃう。やめて。はい、というわけでどこに来ましたか、モカさん。モンモンパラダイス。そうです、モンパラに来ました。ね、このしゃぶしゃぶ屋さんが僕ら大好きなんです。美味しい。あと白玉うまい。そう、美味しいし食べ放題だし、ここまでめっちゃ高いわけじゃないですか。白玉うまい。僕は温野菜行くよりこっちに行くことをね、いつも推奨してるんですが。温野菜のデザートもうまい。新宿にしかないんですよね、ここの店ね。すっごい今日楽しみにしてました。もうね、あの決めてました。もう朝予約された瞬間から不機嫌だったんで、正直。今日は新宿…何で呼び出されたら不機嫌になるの。普通に不機嫌になるでしょ。久しぶりに遊んでんのよ。やめてもらっていいさ、不機嫌になる。こっちが不機嫌になりたいわ。ダン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 。口で交換を言う。何してんの。あんま取り、そんなの今人に頼んだからな。お前どうしようもないんになるよ。ずっとそれやってた、さっきから、うん、俺がこうやって一生懸命撮ってる中。はいはい、怖いないわ。食べていい。食べていいよ。ここはね、決まってるんです。皆さんしゃぶしゃぶはね、ポン酢一択です。うまそう、まずポン酢からうまそうだよね。うまっ、うん、美味しすぎるんじゃない。お兄さん、うまっ、うまいすぎない。こんな感じでね、肉の種類あります。えのき食べたい。えのき食べたいの。豆腐も欲しい。さっきお肉あんま食べれないよ。気持ち悪くなっちゃった。え、おばさんやん。ちょ、おばさんとかじゃない、普通に。おばさん、年齢を重ねるごとにさ、肉って食べれなくなってる。いや、普通に。どういうこと。そういうことじゃん、普通に。野菜食べたい。もうじゃん、気持ち悪くなる。はい、えのきですよ。野菜もね、ちゃんと食べてくださいよ。やだ、絵の具に絡まるそいつ。食べなさいね、にもアイスとジェムよ。ほら、ね、まだあんた肉ちょっとしか食べてない、ね、やばすぎだろ、このクソ。アイス取ってきました、この人。聞いて、これさ、いちごのマスカルポーネだったんだけど、もう私のためじゃん。いや、そういうことじゃないよ。多分私、そういうことじゃなくて、あの、こういうしばしば屋さんに来て一番最初にアイス食う問題やばい。いや、これ多分私のため。違いますね、ほら、野菜食べな。ネギ食べな。美味しすぎる。まあと5回食べよう。これわさびらしい。いや、開始15分、この人一生アイス食ってます。お前、肉食ってないな、あれ。ふざけんな、マジで。アクトリシャ、アクトって。あんたアクトリシャなんだから。もう相当やばい。相当やばい。はい、じゃあ肉やりたい、肉。肉しゃぶオーナー、ちょっと肉やって。肉しゃぶし。自分でやってな。今日じゃあ奢ってくれる。あんた奢らせる気まんまやな。そうやったらお前、そんだけ分仕事しろよ。分かっとる。こんな人怖い。でもやっぱ美少女に焼いてもらうさ、肉一番美味しいね。どうぞ。えい。もう油きつい、もしかして。え野菜食べないから。野菜と一緒に食べてない。めっちゃ食べてる。白玉うまっ。白玉にハマってんの。ダメだこいつ。こういう風に白菜と一緒にこう肉をね入れて、ほんで食べるんですと。油食べて、白玉食べて、えのき食べて。私何食べに来た今日。え、白いものだ。本当だ。怖い。怖い。怖い、本当に。君ってさ、本当にさ、食べ放題系一番コスパ悪いよ。
でも食べ放題大好きだから。なんで？楽しいです。ワクワクするし。じゃあ君しゃべようでいいんちゃう？まあ、しゃべようし頭ないし。じゃあしゃべようのあの豚コースのなんか1000円台の食べ放題のやつ、じゃあそれにしよう。君それで OK。 なんならランチでいいよ。君食べ放題連れてってあげるっつって全部単品でも気づかない。そっちが安くする。いっぱい頼む。おばちゃんこれネギですよ。ネギネギですよ。いらはい、豆腐も。はい、全部いくよ。ああ全部違う。これ俺はな、やばこう鍋鍋。今鍋です。今日めっちゃ充実してるじゃん。それな。この後は何して遊ぶ？逆に何してん？メダゲ。メダゲ？もうメダゲは閉まるよ。福井でメダゲは24時までなんだよ。でもまだ21時にもなってない。もう食べ終わったらもう22時になるから。あんたそんなメダゲしたい？メアでグッとしたい。今度やろう。メダゲよりパチンコしようや。なんやその顔は。なんでやねん。メダゲがいい。メダル稼いで生きていきたいな。だってあんたそのメダルと付かなくなるやん。いやまた行くの。だいたいああいうメダゲってさ、メダゲ貯蓄庫みたいなやつに出てさ、一生そのままさ使わないの。でメダルいつの間消失してんの。でまた1000円とか払って買わないって。これを永遠に繰り返すのがメダルゲームだから。いやでも行く。行けません。行けます。ひどいで行け。こんな格好の女が一人でメダゲしてたら声かけられるよ。誰からや。おじいちゃんおばあちゃんやろ。おじいちゃんおばあちゃんに、おお儲かってまっかって声かけられちゃう。いいんだね。いいよ。危ないよ。危ないの？危ないかと思うでしょ。警察に通しなさい、そういう場合は。何その顔。何その顔。じゃあ帰んの？帰りたくないの？帰りたくなさそうにしてんだけど、この女。ちょっとエロいな。ラブホでも行くかじゃん。先生お持ち帰りしてもいいよ。大丈夫。お持ち帰りしたのか。家帰って寝るわ。家じゃなくて一緒にホテルで寝ようか。大丈夫。ホテルのダニーソーで。お前のホテル多分綺麗やで。僕だってダニー取りし引いてるし、結構な人で洗ってるから。そうなんだ。ダニーに怯える生活。はい、ネギ食べなさい。ネギいらんわ。ほら野菜食べなさい。いやいや、お前が食べろ。お前って言わないでって何回言ったよ。すいません、眠くなってきたな。ちょっと休憩できる場所に行こうか、この後。ああ、明日早いの。早くはない。早くない。でも予定はある。ああ、これね、これ行けるサインです。明日早くないもこれ行きます。本当なの？確定で行きます、これも。じゃあさ、この後さ、ちょっとじゃあ普通にコンビニでさ、なんかお酒でも買ってさ、ちょっとあの部屋入ろうよ。いや、いいや。ん？大丈夫。大丈夫って行かないと方がいい。まぁ、あ、ちょっとお酒でもさ、飲めるやん。何でも怒るから。いや、いいよ、大丈夫。いや、大丈夫、大丈夫、大丈夫。眠くなっちゃうし。じゃあ一緒に寝ようなうん、いいや。うん、一人でジョージと寝る。俺もほぼジョージみたいなもんや。確かに、猿っぽいもん。本当にお肉食べれる。むずい。一回もおかわりしてないよ。美味しいんだよ。そしてもおかわりばかり。しらしらしらい。というわけでですね、ごちそうさまでした。どうですか？うまかった、しらかおいしかったですか？じゃあ、お会計じゃんけんしましょうか。最初はグー、じゃんけん、これ負けた方ね。はい、行こうでしょう。よろしくお願いします。違う、3回勝負、3回勝負。もうダメよ。 3回連続で。うわ、男女差別だね。お前、今そういうのちょっと厳しいから。男だから関係ないだろ。一回しらかけ、ダメだよ。人間で2本は？いや、人間2本あるでしょ。いや、ありますよ。ないです。はい、はい、負けた方が3回。はい、負けた方が3回。どっちが負けた方が3回。負けた方が3回。負けた方が3回負けた方が払う。はい、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 お前、お前や、お前や。多分3回負けた。お前です。お前って言うのに、あ、今お前って言ったから1勝ちなくなった。はい、次で最後。あ、下げんの？次負けた。最初に言うちゃけばいい。いいえ、お前。お前って言ったから1勝ちなくなった。お前、本当に次やったら。お前って言ったから2勝ちなくなった。違う違う違う。いや、次負けた。本当に。2回でダメだ。お前って言ったから。お前、3回なくなった。はい、というわけでですね、モカさんがゲーセン行きたいって言ったんでゲーセン行きました。こういう流れがありますからね、私たちは。これ上のしゃぶしゃぶを食べて下に降りてきてゲーセン見るっていう。あの、僕は帰りたいです。で、なんで私がもっと遊びたいとかないの？もう疲れたの？もう疲れたってこと？こっちはアリちゃんアリやな。まあいいや。ええんかよ。じゃあ帰りますか。じゃあね、バイバイ。帰りたくないの？ホテル行くか？行かないよ。
ゲームします。面白そうなゲームがありました。おい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 、あれ、あ、むずくね、普通に片手ではしない。おい、あ、これ普通むずいぞ、めちゃくちゃ。おい、はい、ザコーザコー、ね、あー、はい、はい、負けました。勝ったー。この人置いてきます。じゃあ、みやゆくんの健康診断の詳しいやつを見ていきます。ガチでやばいんだよ。身長176センチ、体重62キロ。これは別に言わなくていいよ、別に。うん、痩せてるよ。だって標準体重68だって。だからめっちゃ痩せとる。痩せてんのにコレステロール高いの怖くね、普通に。お肉ばっか食べてんじゃん。いやいや、そんなことないよ。中がってことでしょ。でも内臓死んでるやん、じゃあ俺。正直言うと、みやゆくんでそれって私怖い。もうお前マジでお前って言わないで。お前すでに死んでいる。コレステロール100みたいなとこあるけど大丈夫かな。コレステロールできてる。うん、コレステロールロールできてる。やだコレステロールロールできてる。もうさ、玉ねぎとか食べないもんね、マジで。人生で一回も食べたこと。やばすぎだろ、血液。お前なんかあったらすぐ血管詰まって死ぬよ、多分。なんこんな言うの。怖い、こんな言わない。いや、本当にプツって血管詰まって死ぬよ。毎日じゃがりことチョコ食べてる。だからダメだって、それ。なんで俺よりさ、やばい食生活してるお前受けてねえんだよ。で、なんで気をつけて俺がこの B の国なんだよ。おかしいでしょ、普通に。え、じゃあ今度連れてってよ、頑張ったの。ああ、連れてこ、連れてこ。なんで？じゃあちょっと僕もあんま詳しく見てなかったですけど、見ましょうか。でも血圧とかは大丈夫そう。うん。普通。醤油飲んでんのにね。でもそれのせいなんじゃない？コレステロール。コレステロール言えない人？言えない。あと、目ん玉は、終わってる。視力、ああ視力は終わってます。 0.1 以下、 0.1 以下、 0.1 以下でやばいよね。終わってます。大丈夫、聴力とかも俺問題ない。イヤホンめっちゃでかい音聞いてるの。これも大丈夫なんですよね。これがダメなんだ。これも尿比重。尿比重って何なんだろう。このお尻の穴マークみたいについてるの。違うよ、見ろよってことじゃないの。ここがお前ダメだよってことだよ。だって宮井くんは 1.005 だから少ないんだよ、多分。尿比重は少ないと水分の過剰摂取の可能性があるって。ああ、それは俺じゃない？俺結構水飲むんで、めちゃくちゃ。ちょっとまあ水飲むの控えれば、まあ問題ないかなっていう感じですね。で？血結晶。結晶じゃないでしょ。おかしいね。血小板。チコ板。チコ板。これなんて呼ぶんだろう。あ、これ血小板です。バカすぎ。バカすぎ。血液、血液一般。はい。あ、でも大丈夫そうじゃない？あ、ここら辺は大丈夫か。この下のこの白血球像ってところじゃない？これは米印ついてる。読めないのよ、全部。エオシオの。エオシの。エオシ。ってやつが多い。好酸球だって。これが多い病気は寄生虫感染症。これ寄生虫いる、もしかして。だからお風呂入ってないから、ね。いや、関係ないでしょ、絶対。汚くしてるから寄ってくるんだよ、虫。嘘でしょ。いや、怖くなってきて、なんかいろんな病気書いてあるんだけど、なんか怖い、大丈夫、怖い、落ち着いて。いるかな。本当にネタにならないですよ。ちょっとこれは再検査した方が確かに良さそうやな。うん、自覚持ってきた。怖くなってきた、ちょっと。何この T シャツ。自覚展開、ゆうめ短くてできクリームパン、クリームパン、クリームパン、ちょっとぶっぱ。なんなんだよ。もう一回手洗って。もうすぐ手洗って、手洗って。うるさい、お母さんか、お前は。外に出たら、外に出たら手洗いうがいするって習ったでしょ。そうだ、そうだ。だからあんたコロナになんの。インフルにもなんの。お前もなっとるやないかーいって言って。最近の健康診断の結果は？健康診断の結果？うん、早く持ってきて、ね。ちょっと一回探してきて。え、なんで？突然。いいから探してきて。どこ？俺の机汚すぎない？なんで片付けてくれてないの、俺の机は。だって自分のスペースでしょ。いや、関係ない。だって自分のスペースで自分で片付けるって言ってたじゃん。えで、早く健康診断の結果。健康診断結果どこやか分かんないよ。出して早く。もう分かんないって。提出しなさいよ。汚すぎる、俺の机の上が。いいから提出して。いや、なんで健康。机の上とかどうでもいいのよ。健康、どこかな。なんかそこら辺にないの。そう、書類コーナーみたいな。オープン。うわ。同じ反応。めちゃくちゃうまそう。何これ。食べてください、もがさん。いいの。でも、もがもう陰キャだから、うん、それの面白さを
はじめましての人とかに出せない。だから全部なんかもう AI、ね、AI みたいになっちゃう。はいはい、その通りです。確かに、向かいだと人前だと全然違うもんね。 AI になる。なんなら俺の話すみたいな感じ。いや、宮城くんの方全然話せる。うん、まあ、もう一回ほぼアーニャだから宮城の後ろに隠れてる。やばすぎ。ぶん殴りたい。もーにゃです、よろしく。何歳だね。いい歳したアーニャやわ。え、もーにゃだよ。ちっち。ちっち。